ゴリラの曲汎用はねえだろってこうライバルウィングスに変えてくれ。おっしゃる通りで。マウントアルテロイテの機上 BGM 変更ありがとうございます。あ、今後他のマウントで BGM の変更予定されているものがあれば教えてください。またマウントの汎用 BGM のバリエーションを増やすことは可能ですか。モリモリできましたね。はい、今日も昨日もなんかのフォーラムで、うん、一昨日もフォーラム、皆さんマウントの BGM がよほどお気に食わないのか変えろという声が非常に多く、今日もお会いした方で、はい、ゴリラの曲汎用はねえだろってこうライバルウィングスに変えてくれ、うん、おっしゃる通りで納得しか言えなかった。はい、まあそうなんですけど、うん、やっぱ皆さんの意見を全員イーブンで聞くには結構やっぱ難しいものに関してはやっぱり汎用っていうものにちょっとやっぱどうしても落とさざるを得なくてそうしてるんですけど、例えば、はい、前回のデルタ編の零式4層、うん、はいはいはい、せっかく撮ったのに汎用じゃないか、うんうんうん、あれは単純に林氏が忘れてただけです。あ、発注を、なるほど、発注を。でもそういうの結構あるんですよ。もう膨大にあるんですよ、うん、マウント BGM って、まあ、で、ね、でもう一個一つオーケストリオンっていうのがあるんで指摘してもらって僕ら初めて、うん、まあそう言われてみればそうだよなっていうのが結構あるんで、うん、もうバンバン言ってもらった方がいいかもしれないです。でその時に変えれるものは変えたいんですが、はい、さっき、うんミラージュドレッサーの時にビットがどうねっていう風に話出ましたよね。同じような問題で汎用 BG… あ、違う、マウント BGM に割り当てられる BGM の数が、うん、もうなくなってきてます。あ、なるほど。今後マウント BGM に専用をボコスコつけると、うん、せっかくこれはこの曲だろうっていう時につけられなくなってしまうぐらい結構割り振られてるんで、あ、ちょっと最近慎重です。なるほど、慎重なんですね。我々多分世界中で最もビットを考えながらゲームを作ってる開発チームだよな。BGM にも及んでましたか。でそこを拡張するとなるとサウンドドライバー全部ちゃぶ台返しマウンテンバスターしなきゃいけないんだよ。どうしたもんかな。まあそこちょっと釣り合いですけど、ね、なるほど、考えてないっていうわけじゃないです。まあじゃあリクエストはするだけしていただいて、はい、そうですね、そうですね、はい、どんどんしてください。はい、ゴリラはやりたいですね。でもね、まあね、うん、やれるように頑張ります。はい、でもやりすぎるとさ全部そうしてほしいって言われちゃうしさ。そうですよね。そうですよね。次の質問いきますね。